私のチャンネルへようこそ JBN1View。 美的進化が加速している氷川に世間は釘付けだ。あと2ヶ月で休養に入る氷川きよし。それまでにどこまで大きくなるのか見守りたい。19年頃から中性的な衣装を身につけるようになり、ヘアメイクも美しい方向に振ったことで、隠すのをやめたのか、と噂された氷川きよし。その傾向はますます強くなり、インスタグラムで公開される写真はどれも女性らしいものばかりとなっている。そんな中、10月30日に投稿された写真にファンが騒然となっている。写真は氷川の立ち姿で、黒のローファーに白のズボン、黒のシャツと黒のニットというスタイル。肩まである長い髪を下ろし、まるでモデルのような一枚だ。群馬県伊勢崎市で行われたライブの後で撮影したという。氷川はいつもと同じでとてもおしゃれで美しく見えます。トートを下げて左手をズボンのポケットに入れるポーズはいかにも慣れていて、トップスターのオーラをまとっています。これもいつもと一緒ですね。ところが、いつもと違う点があるというんです。それがバスト。黒いシャツの胸の部分が盛り上がって見えるとネットで指摘されています。氷川にバストの膨らみがあるのではないかと指摘され始めたのは昨年夏頃。しかし、これまではあくまで疑惑だった。大きくなっているように見えなくもないというレベルだったのである。今回の写真は明らかに膨らんでいます。胸の下に服のシワがあるのがその証拠。カップで言えば B はありそう。もはや疑惑というレベルではないとの指摘があります。氷川きよし、インスタ画像でオーラ全開で不快感？バストサイズアップの疑惑が浮上。氷川きよし、バストのむくみは歌詞を忘れるより衝撃的だった。岡山の瀬戸大橋から氷川きよし生出演。ファイアーワークスとのコラボでブレイクスルー系クルーサービバーを歌ったが、途中で歌詞が飛ぶ瞬間があった。氷川きよし放送終了後、自身のインスタグラムに当時の衣装を着た写真と共に歌詞を忘れてしまいました。緊張しすぎて迫力のある花火に負けてしまい、大変申し訳ありませんでした。その上、今日はご飯がありません。またリベンジします。ネット上では氷川きよしの失敗に続き舞い降りないでライブで歌っている、証拠公開する気な可愛すぎるなどの声が相次いでいる。一方、ネット上では氷川きよしのバストが今日は膨らんでいて、私よりも大きく見えると指摘する声が上がっています。この日の氷川きよしは、黒のレースをふんだんに使った衣装で、左足など足の付け根までシースルーでした。この日投稿されたインスタグラムでは、名前をいつものキーではなくキーアイナと書いていたが、これはおそらく中森明菜のような衣装を着たキーという意味だろう。上半身の黒いレースも透け感が高く、多くの女性芸能人を手掛けるスタイリストさんにこの時の氷川きよしの動画を見てもらったところ、肌色のピーナッツ型のパッドをつけていた可能性があります。左右のバストに別々に着るのではなく、左右のバストをパッドで一体化し、黒のレースで肌が透けて見えるようです。氷川きよしマダム感満載の写真投稿も FNS 歌謡祭りの衣装にがっかり。氷川きよしの進化は止まらない。自身のインスタグラムに、モノグラムジャイアントという大きな LV ロゴと花をモチーフにした、イタリアで購入した黒のエコファーコートを着た写真を投稿した。バッグをコーディネート。その姿はネット上で、本当に美しい、私よりもマダムっぽい、プラチナマダムのような気品と豊かさを持っている、などと絶賛されている。しかし一方で、前回はどうしてこんなに地味な衣装だったの？という疑問も。ネットではキーちゃんは年末の歌番組のトップバッターだから派手な衣装を着てるのかと思ってたけど地味なスーツだったから、がっかりみたいな格好をしてるの見て興奮したアリアナグランデか天草四郎、だけど実はシックなスーツだった。FNS はジャニーズが多いので、地味なスーツだったのかな。キーちゃんのハイレグが見たかった。
ゴージャスでインパクトのある衣装を披露してほしいです。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。